カールフリードリッヒ・キール・マイヤーカールフリードリッヒ・キール・マイヤーはドイツの生物学者である。ホーエン・カールス・シューレで教え、ジョルジュ・キュビエラに影響を与えた。バーデンビュルテンベルク州のバーベンハウゼンに生まれた。シュトゥットガルトのホーエン・カールス・シューレで学んだ。この学校は、士官学校を起源とし、文官のための教育も行うようになった学校で、厳しい教育で知られる学校である。 1786年に卒業し、母校で教えながら、ゲッティンゲン大学で、ヨハンフリードリヒブルーメンバッハ、ゲオルク・クリストフ・リヒテンベルク、ヨハンフリードリヒグメリンラに学んだ。1790年に、ホーエン・カールス・シューレの動物学の教授になり、自然史コレクションの学芸員となった。1792年に、シュトゥットガルトの科学の教授になり、1796年に、 ーエ園カールス・シューレが閉鎖されると、中ビンゲン大学の科学と植物学の教授に任命された。1816年に、シュトットガルトに戻り、自然史コレクションの館長になった。1808年などに十字章を除勲した。ーエ園カールス・シューレの教師として、ジョルジュ・キュビエと親しく交流し、キュビエの研究を助けた。ドイツの自然哲学派の先駆者の一人で、 生物をすべて共通の根源から展開した見る立場から比較解剖学の研究を重視した進化論の先駆とも言えるこの考え方はキールマイヤーの講義で示されたが自ら出版する頃はなかったキエルムは植物の学名で命名者を示す場合にカールフリードリヒキールマイヤーを示すのに使われる新薬ダンネマン大自然科学士ダンネマン安田徳太郎 出版社、賛成堂、復刻版 ISBN43 億85361061。ありがとうございます。